姉川の戦いで勝利を得るも浅井朝倉の討滅には至らず、周辺勢力をも巻き込み戦局は泥沼化していった。そんな中、浅井朝倉への加担を表明し、信長の動きを妨げようとする勢力があった。比叡山延暦寺である。再三の警告にもかかわらず、比叡山は態度を改めず、最下衆までも引き入れて信長を挑発し続けていた。業を煮やした信長はついに比叡山攻めを決めるが、織田家中には反対の声も少なくなかった。比叡山焼き討ち。信長様、言いたかねえが、家中の奴らはみんな比叡山攻めに及び腰のようだぜ。あの寺の権威は当代随一、手を出せば地獄に落ちると真面目に信じてる者も多いですからね。久秀殿はどう思う？そんなだけの権威に何の価値がありましょう。まさしく新たな世の異物、焼却が妥当かと。焼却って、おい、焼き討ちなんかしたら織田家の評判は最悪なことに。評判がどうなろうと構わん。もう決めたことだ。比叡山は浅井朝倉に加担している上、最下衆をも引き入れている。最下孫一は貴重の仇の一人、見逃すわけにはいかん。三太夫、こたびはお前らの力を借りたいが、どうだ？お安い御用で、万事この三太夫にお任せを。俺のやり方、見せてやろう。僕の策に期待して。不機嫌そうだね。焼き討ちに決まったことが気に入らないの？そういうこっちゃねえよ。信長様が考えてることも分かってるつもりだ。とはいえ、新たな世を切り開こうってのにさ、やり方がちょっとむごすぎねえかなって。オイラが天下を目指すなら、もっとこうお祭りみたいによ、賑やかにやるけどな。じゃねえと、せっかく天下を取れたって思い切り笑えなくねえか？じゃあ秀吉が天下を目指すときはそうしなよ。僕もそういうやり方の方が好みだしね。ほう、じゃあそうすっか。あー、いやいや、天下を取るのは信長様だっての。この木に比叡山を完膚なきまでに叩く。山中にある三箇所の塔を制圧しろ。二度と盾つかぬよう焼き払ってくれ。三太夫、手はずは整っていいよな？万事抜かりなく。俺の手下には火付けの手だれが揃ってます、ね、任された。よっ、ああ、よっ、えい、開門。攻めてきたぞ。お堂に近づけるな。火攻めの邪魔となる敵がいるようだ。先に片付けておけ。
三太夫以下伊賀者たちがおらねば火攻めはならぬ。守ってやらねばなるまいな。開門。よし、火をつけろ。まずい、大切なお堂に火の手が。なんという非道な真似を。許さぬぞ。開門。任されたであるか。やっちゃおうか。先手を打たれたか。みんな出会え。雑魚どもが死に急ぐ。東側にも火を放て。邪魔する者に容赦はいらぬ。あんまり気が進まねえが、信長様のご命令じゃ仕方ねえよな。開門。この程度では足りぬ。さらに火を放て。あの王道は鉄砲兵が守る。うん、持ってるのか。あれじゃ忍びも近づけないよな。敵は最下衆に加勢を頼んでいるようだ。いずれ棟梁の孫一も現れるだろう。開門。壊してくれ。片付いたな。先を急ぐぞ。お見事、我らも役目を果たしましょうぜ。軍師だって分働きしないとね。だいぶ敵の数を減らせたようだな。片付いたが、こんなことして大丈夫かね。そら焼き払え。火がついたぞ。俺がやる。消し飛ぶがいい。こっちに来るな、罰当たりと揉め。開門。消し飛ぶがいい。任された。やったぞ。これで家計を仕掛けられるな。よし、あたり一帯を燃やしちまえ。あちこちから火の手が。いずれここも焼かれるぞ。その前に逃げろ。開門。根本中道の門が開いたようだ。あそこを焼き払わねばこの戦は終わらぬ。根本中道は比叡山の総本堂。ここを死守するのが俺たちの仕事だ。開門。俺がやる。全軍最下衆を殲滅しろ。乗れ信長め、それを知らぬのか。害しか生まぬ朽ち果てた権威を何を恐れ。でよというの。敵将討ち取ったぞ。かなう相手ではなかったか。敵将討ち取ったよ。かなう相手ではなかったか。邪魔者どもは消えたか。そう仕上げだ。火を放て。比叡山が誇る根本柔道が。
火付けはもう十分だ。忍びたちよ、あとは好きに暴れてやれ。敗北条件変更。逃げ出してきた敵を追い打て。この俺を止めようとて無駄よ。任された。軍師だって部働きしないとね。やっちゃおうか。散らかすよ。これで二度と俺には歯向かうまい。乱世に正しきを示すため献身水産。信長の非道を許してはならぬ。続け。なぜ奴らがここに。捨ておけん。うん、いいよ。上杉の将を迎え撃て。おめが我ら上杉が蹴散らしてくれるわ。邪魔だては許さぬ。奴らを撃て。すでにこちらまで火の手が回っていたか。やっちゃおうか。散らかすよ。である。いい調子みたいだ。かなう相手ではなかったか。ここにいりゃ織田の連中に何をされるかわからねえ。上杉に助けてもらうんじゃ。目障りだ。やつらを逃がすな。敵対する。うん、このは残らず撃て。逃げろ。織田のやつらがこっちに来るぞ。敵将撃ち取ったぞ。力及ばずか。上杉勢と交流する前に。撃ち取れ。急げ。任された。胸は痛むか。やむを得ない。逃れた民兵たちとここで落ち合うことになっていたのだが。まで容赦なしと。あの者らの無念、我らが晴らしてくれる。長様の敵は俺の敵。かかってきやがれ。てめえらとは気合が違うんだよ。任されてである。奴ら織田の力を侮っていたようだが、これで下手に動けなくなっただろうぜ。織田の勢い、ここまでとは。慎重に進まねば。俺がいる。消し飛ぶがいい。信長、この手で撃つべし。開門。壊してくれ。剣心が自ら出てきた。奴は軍神と称される男。無謀な戦は避けろ。こりゃひどいわ。あの時俺が信長を仕留めてや。最下孫一を撃て。ちょい信長、金ヶ崎では子孫じだが、今度こそ討ち取らせてもらう。そうか、やはり貴重を撃ったのは貴様か。くそ、俺も焼きが回ったか。口
ちほどにもない。いける。逃げ王者だか。次は奴の雇い主を探り出さねばな。この剣心と互角に渡り合うとは面白い。そなたの武堪能させてもらおうか。最下州の加勢も耐えた。はやこれまで捨て身で参る。この信長こそが天下無双よ。剣心は引いたか。神出鬼没、油断ならぬ相手だ。最大の脅威は去ったようだ。ケストルがいい。任されよ。もうよい。俺たちの勝利だ。こたび桃地殿の一派が見せた鮮やかな火付け、見事と申し上げるほかありませんでしたな。とはいえあの後手の者に最下孫一を負わせたが、捕らえるには至らなかった。織田殿、申し訳ありません。構わん。真に憎むべきは孫一ではない。奴を雇って俺を殺そうとした者こそ貴重の仇だ。確かに、どうにかして突き止めなくては。必ずや引きずり出し、報いを受けさせてやる。それにしても三太夫さん大活躍だったね。まるで楽しんでるようにも見えたけど。ああ、昔はあんなんじゃなかったんだけどな。兄貴もああ見えて苦労人なんだぜ。子供の頃戦に巻き込まれて家族をみんな亡くしてさ、忍びの技を習得してからは自分と似た境遇のものを集めてみんなを食わせていくために伊賀忍団を作ったんだ。流れ者のオイラにも親切にしてくれてな。人の本性なんてわからないものだよ。もうあの人とは距離を置いた方がいいと思うな。ねえ和氏くん。忍びなら手前がいれば十分です。確かに。ねえ秀吉、君はもう誰かに頼らなくても自分の足で立てるくらい強くなったはずだよ。半兵衛、和氏、ありがとな。よっしゃ、おいらはおいらの道を行くぜ。